モーニング娘。23の横山玲奈です。はい、今回はですねロッキンジャパンフェス2023のグッズを紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、はい、そうです。今ね、あの画面には映ってないんですけど、あの桜井龍ちゃんがいます。イエーイ。頑張ってください。頑張ります。はい、ということで今年の夏もあのロッキンにモーニング娘。出演させていただくんですけど、今回はなんと最終日の出演ということで、すいません、ちょっと久々のね動画に緊張してて、ちょっとこの前オフだったんですよ、この前の日、すいません。あの、そうです、最終日の出演ということで、もうメンバーみんな気合い十分ですし、やっぱり最高の夏を皆さんと作りたいなって思ってるので、今回のロケは全力で頑張っていきたいと思います。はい、ということでグッズ紹介に移っていきましょう。まず1つ目、はい、今私も着ているんですけれども、じゃーん、サッカーシャツです。イエーイ。可愛くない？可愛い。可愛いでしょ。そう、あのね、今までこうベースボールシャツとかね、そう、こう野球系統のこうシャツとかはこれまで発売されていたんですけれども、あの私はちょっと思ったんですよ、あ、なんかサッカーないなみたいなね。ずっと思ってたの。そしたらなんと今回こうロッキンのグッズとして発売されます。で、めちゃめちゃ可愛いでしょ。そう、ポイントは着てびっくりしたのが、もう本当にサッカーユニの素材っていうか生地なの。だからこう着た瞬間ちょっとこうなんてサラサラしてるっていうか、こう普通の T シャツとは違って、こう夏向け、すっごい夏にぴったりなこう素材でできてて、こう汗とかも多分こうしっかりこう吸収してくれるし、こう汗目立たない感じの素材になってるので、めちゃめちゃロッキンに向いてるサッカーシャツだと思います。そして皆さん大好き、こうね、全員分のね、こうメンバーカラーがしっかりと入ってるド派手な T シャツとなっております。これはもう本当にフェスだからこそ、このド派手なこうカラーでグッズが発売できると思うんですよ。私は、私やっぱりこうすごいね、広いステージでこうパフォーマンスをさせていただくにあたって、やっぱりこのシャツ着てる人見たらめっちゃ目立つよ。私たちこうね、たくさんの人の前でいっぱいパフォーマンスするけど、これ着てたらうわ、いるわって思う。思う。そう、だからこれはもう絶対着て、あの応援しに来てほしいなっていう風に思います。こうね、後ろは23、こうサッカーでいう背番号みたいな感じで、モーニング娘。23の23がね、こうバーって書いてあったりとかして、めちゃめちゃ可愛いので、ぜひこれ着て一緒にロッキー楽しみましょう。次、次。2つ目はバーン、スポーツタオルでーす。可愛い。私これめちゃめちゃ好き、超タイプのタオルなんですけど、まず私のおすすめポイントはこのデザインですね。めちゃめちゃ可愛い。これもやっぱフェスならではというか、フェスだからこうね、青空が描けるんですよ、グッズに。そうなの でしっかりこう大きさもねあって、やっぱ女の子とかはさ、こうやってさ、ちょっとさ、あの日焼け対策とかでこう頭にさ、こうやってさかけて、面白い、これ可愛い、可愛くない？可愛くないですか？そうとかね、したりとか、やっぱりこう映え、写真映えとかでこうバーンってしながら写真撮ったりとかしたら、もうめちゃめちゃ映える。こうね、青空の中、青空が描かれてるタオルを持って、こうイエーイって、もう青春ですよね。皆さん欲しくなったでしょ。めちゃめちゃ可愛いんです。しかもこれもまた皆さんの大好きなメンバーカラー。すごくない？ねえ、ね、いくよ、しっかり見せてあげるから、優しいから。はい、あなたの推しのメンバーカラーはどこにあるでしょうか？ねえ、すっごいグラデーションも綺麗じゃないですか。これももう全員分のね、例えばそれこそね、ライリーだったら、お、ここにしっかりとね、ミルキーが、そう、ライリーがいますとかね、そういうのもちょっと感じながらね、ぜひあのこのタオルをこうかけたりとか、いろんな
使い方で楽しんでほしいなっていうふうに思います。以上、スポーツタグでした。次、それでは最後になります。いや、これね、今私も初めてこうグッズ見たんですけど、めっちゃ可愛いの。じゃじゃーん。あ、すいません、逆でした。恥ずかしい。もう一回いくです。はい、あのね、今日ね、初めて私もこのグッズ見たんですけど、めちゃめちゃ可愛かったからちょっと紹介させてください。こちらです。わー、キーホルダーです。大丈夫、見えますかね。はい、こんな感じのね、こう中があの CD ディスクみたいになってて、めちゃめちゃおしゃれなんですよ。しかも私の個人的可愛いポイントなんですけど、本当私だけかもしれないけど、この四角形なのめっちゃ良くないですか。なんかね、キーホルダーって結構その丸みを帯びてたりとかするのが多いんですけど、その中でこのカクカクの感じ、私結構好きだなと思って、私だけかもしれないんですけど、でもめちゃめちゃ可愛いです。可愛いです。本当に可愛いよね。これめっちゃ可愛いよね。そう、やっぱりこれの、このグッズの楽しみ方は、やっぱりこの全セットね、こう T シャツ着て、タオルつけて、で、こうバッグ、やっぱりそのフェスの時って結構みんな小さめのね、ポシェットみたいなこう小さめのバッグで来るじゃないですか。そこに、これね、結構な大きさあるんですよ。こう普通のキーホルダーよりもちょっと大きめくらいのキーホルダーだから、ここにね、そういう小さめのバッグにバンってつけたら絶対目立つと思う。めっちゃ可愛い、本当に。目立ちたい方はぜひ。いや、これさ、でもさ、この T シャツ着て、このさ、このタオルをさ、かけてさ、で、女の子が頭に、ね、かわいいでしょ、これ。かけて、で、これをさ、つけたら完璧でしょ。そう、私は、フェス本番の時も、こういう、身につけてる人をいっぱい探したいなっていう風に思います。あ、つけてくれてるみたいな、私のグッズ動画見てくれたのかなって思いながらライブ頑張りたいと思います。ということで、以上、キーホルダーでした。みんなゲットしてね。終わり。はい、というわけでね、グッズ全部紹介していったんですけれども、欲しくなりましたか。はい。あ、ありがとうございます。すごい、いっぱい声が聞こえてきました。ありがとうございます。ということでね、今回紹介したこのグッズたちは、まあ、ロッキン当日、フェスの当日のそのグッズ売り場のところと、あとは通販サイトですね、 e ラインナップモールにて発売されますので、ぜひ皆さんお忘れなくチェックしてください。やっぱりこのロッキン限定のグッズなので、絶対に忘れないようにしてくださいね。皆さん、わかりましたか。はい。はい、ありがとうございます。いいお返事いただきました。ということでですね、今年の夏もたくさん楽しんでいきましょう。以上、モーニング娘。23の横山玲奈でした。バイバーイ。ライリー、バイバーイ。バイバーイ。